本曲における、ボタンテイボタンテイは、秋夜の劇作家湯けんの代表作、五十五幕、ボタンテイ観光期、観光期ともいう。南宋初年、劉春京は、夢で美女が、梅の木の下に立ち、私たちはご縁がございます、と話しかけるのを聞き、名前を、柳夢夢と改めた。一方、森だからの一人娘、と霊娘は、美貌で知られ、家庭教師、 鎮さい寮に死境を習っていた。気晴らしのため次女、遥かと共に花園を訪れうと種をすると夢の中で柳の枝を持った青年と出会いちぎりを交わす。トレイ娘は夢の青年との恋煩いで衰弱し自画像を残して死んでしまう。彼女の遺体は梅の木の下に葬られ、側にはバイカー案が建てられた。メイドでの審判によりトレイ娘は 夢の中の青年を探すことが許された。柳夢梅は過去を受けるため、都へ向かう途中、病気にかかり、鎮貸量の助けによりはイカーンで養生している時に、トレイ娘の自画像を見つける。部屋に絵をかけておくと、毎晩、トレイ娘が現れるようになり、竜春今日は彼女を愛するようになる。トレイ娘は、柳夢梅に、実は、自分は、 この世のものではないと打ち明け、再生の手助けを頼んだ。トレイ娘の墓を掘り返し、棺を開くとトレイ娘は生き返った。二人は仮修言をあげ、柳夢夢は、とで過挙を受けた。柳夢夢は、森だからから結婚の許しを得ようとするが、信用されず、墓を暴いた罪人として、拷問を受ける。そこに、柳夢夢が、過去に合格したという知らせが来て、 皇帝の裁きを仰ぐことになった。その結果、晴れて二人は結ばれた。ありがとうございます。